どうして。誰がママだ。私はアイテムの補充に来たんだ。酒を買いに来たわけではない。そう言わんとな。お願いやからソーマの酒買うて。6万バリス。ん、エイナが。え、リベリア様。やはりお前か。久しいな。少し見ない間に随分と綺麗になった。見違えたぞ。ありがとうございます。花粉のお言葉、身にしみる思いで。その言葉遣いはよせ。ここはエルフの里ではないんだ。そもそもお前は里の生まれですらあるまい。敬われる覚えはないぞ。ですが、高貴なお方には敬意の心を忘れてはならないと母に。はあ、堅苦しい扱いには心底うんざりしている。私のことを敬うというのなら、まず私の心中を汲め。わかりました。しかし元気そうで何よりだ。まさかギルドに身を置いていたとはな。すみません、連絡をしようとは思っていたのですが。気にするな。私もこの都市に来てからダンジョン探索に構成員の教育など時間に追われる毎日だ。今日もこうしてアイテムの補充をさせられている。お前も忙しいのだろう。今日はギルドの用事でここ。ロキファミリアの中でも愛好しているものが多いな。あのリベリア様、このお酒をたしなんでいる方で普通じゃない症状を引き起こしている方もいらっしゃいますか。なぜそんなことを聞く。その友人にこのお酒を勧められたんですけど、
ソーマンファミリアのお酒と聞いて。なるほど、確かにあのファミリアの団員の言動は薄ら寒いものがあるとき。リベリア様は何かご存知ではありませんか。まあいい、あいにくだが私があのファミリアについて知っていることはあまりない。そうですか。私は知らないが、あの派閥の事情に少なからず精通している人物なら心当たりがあるぞ。え？おい、ロキ。ああ、買ってやろう。ただし、この子の質問に答えてやってくれ。神ロキ？かまへんよ。じゃあ、先払いや。エイナ。エイナちゃん。何が知りたいんか言うて。では、お言葉に甘えさせていただき、単刀直入にお聞きします。ソーマファミリアについて、知っていることがあったら教えていただけますか？ソーマか。うちもソーマのアホとは仲がいいわけでもないからな。そうですか。まあ、でも、ソーマの酒のためや、少し口を滑らせてあげるで、エイナタン。エイナタン？うちな、ソーマの酒が、それはもう好きなんよ。オラリオ中のソーマの酒をかき集めるくらいにな。で、そんなことしてるうちに、妙な噂を耳にするようになったんや。妙な噂ですか。信じられるか。この6万バリスもする酒、失敗作なんやって。失敗作？そう、この極上のうまさやのにや。で、ソーマの酒の愛飲家としては当然の欲求が生まれる。失敗作ではないソーマのお酒をお飲みになりたいと。正解。でも、その成功作っちゅうのが市場に出回ってるかもわからんやろ。せやからソーマのホームに直接乗り込んだんやわ。何をやっているんだ。まあ、いろいろと紆余曲折あったんやけど、あのアホからファミリアについて聞き出せてな。ファミリアのことを聞き出すなんて、一体どんな悪手を使った。何もしてへんて。普通に聞いたら吐くわ吐くわ。アホやろ。あいつ、ファミリアを運営するセンスないわ。というか、最初からやる気がないんやろな、きっと。最初からやる気がない。じゃあなんでファミリアなんて作ったんやって話になるやん。確かにそうですね。なーに、単純な話や。酒を作るためには金がいる。それをファミリアの構成員に稼がせているのか。せやけど上がりが良くない。このままやったら趣味の酒造りが続けられへん、どないしょーって内知恵を絞った結果、あのアホ神は商品を設けることにした。団員がより頑張れるよう。まさかそれがエイナちゃんの思とる通りや。そう、成功。それでは出身ではなく酒を信仰しているようなものではないか。まさにその通りや。実際ノルマを達成するために
ファミリア内のゴタゴタが大変みたいやしな。うちが知っとるのはこんなところやな。エイナちゃん、まだ聞きたいことはある？いえ、十分です。ありがとうございました、神ロキ。というわけで、約束や！わかっている。買ってくるから待っていろ。そや、エイナちゃん、目の前に人参をぶら下げられたロバたちがずっと餌を食えんでおるとどうするか知っとるか？え？他のロバの人参を食うんや。力のないやつをぶっ倒してでもな。おはようございます。バレ…おはようございます。バレンシュタイン氏、先日はありがとうございました。モンスターフィリアのことなら別に。いえ、そうではなく、私の担当冒険者を救っていただいた、そのお礼です。覚えていらっしゃいませんか？五階層で暴れていたミノタウロスをあなたが倒し、間一髪のところで助けられたそうですが。ミノタウロス。はい、名前はベルクラネル、白髪で赤い瞳の。私、怖がられていませんか？アーデのことだ。何かことを起こすなら今日しかね。あの白髪のガキと離れたら。アーデ、確かベル君が雇ってるサポーターの名前。それに白…どうかしたんですか？バレンシュタイン氏、無礼を承知の上で申し上げます。どうか私の担当冒険者をベルクラネルを助けてください。私の思い過ごしかもしれません。ですが彼はおそらく。わかりました。え、事情も聞かずによろしいのですか？はい、私もまだちゃんと謝っていないから。謝る？行きます。あ、バレンシュタイン氏。ベル君は、ベルクラネルはあなたに助けてもらったことを本当に感謝していました。よろしくお願いします。
十階層までもうすぐ。どうして？どけよ、僕は助けに行かないといけないんだ。テンペスト、でも、もしかして届けてあげた方が。アイズさん、新しい章へ行きましょう。
ベル君、バレンシュタイン氏。いてててて、ごめんね、大丈夫？何やってるの君は。いきなり走り去るなんて失礼でしょ。どうしてエイナさんと。はい、いいから落ち着く。バレンシュタイン氏は君に用があるそうなの。僕に？これ君、あ、僕のプロテクター。どうしてバレンシュ？ダンジョンで拾ったそうだよ。ベル君の担当者が私だって知っていたから相談し、いろいろとわけがわからないんですけど。だから落ち着く。あとは二人で話をしなさい。待ってください、エイナさん。お願いですから、まだここにいてください。僕、あのね、男の子でしょ。言わなきゃいけないことがたくさんあるんだから。これ返す。10階層で助けてくれたのってもしかして？ありがとうございました。大変そうだったから。ごめんなさい、私が倒し損ねたミノタウロスのせいで君に迷惑かけて。ずっと謝りたかった。ごめんなさい。違います、悪いのは僕の方で。バレンシュタインさんは全然悪くなくて、むしろ命の恩人で。というか謝らないといけないのはお礼も言わずに逃げ回った僕の方で。ダンジョン探索頑張ってるんだね。はい。もう10階層までたどり着くなんてすごいね。いえ、いろんな人に協力してもらったおかげで、僕は全然まだまだというか、戦い方も我流だから変なことをしてモンスターにやられそうになるし、もっと強く、目標にも全く手が届かなくて。戦い方、バレンシュタインさん、それで合図。でもみんな私のことをそう呼ぶから。嫌じゃないです。合図さん、それで訓練って僕は何をすれば。何をしようか。昨日からずっと何をしたらいいか考えていたんだけど、素振り？それとも君の武器はナイフなんだよね。蹴りや体術は使うの？いえ。じゃあ体術から。ナイフを使うときはこう、相手の攻撃を流して、そしてこう、体勢を整え、
最後は回し蹴りを。こう。悪くなくて、やっぱり戦おう。え、私はビビリアたちみたいに上手に教えられないから。それが、うん、それでいいよ。今君は私を警戒してとっさに身構えた。今みたいにこれから始めることの中でいろいろなものを感じてほしい。よく見て。体勢が崩れてる。やけになっちゃダメ。死角を作っちゃダメ。視野を広く。よろしくお願いします。